ヒッチハイクはヒッピートレールでの一般的な交通手段であった。ヒッピートレールとは1960年代から1970年代にかけてヒッピーやその他の人々がヨーロッパから南アジア、主にインドとネパールへ取り黒で行った旅とそのルートを指す言葉である。主要なモチベーションの一つは主に自宅から離れていられる時間を引き延ばすために 可能な限り安価に旅をすることであり、よってその旅はサミングやルート上を走っている民間バスなどによって実行された。旅程の一部には鉄道もあり、特に東、ヨーロッパを横断し、トルコを抜け、テヘランやマシュハドへと抜けるルートが使われた。これらの都市から先の旅は公共交通機関や民間の交通手段が利用できた。こうした旅は、 部分的には18世紀のグランドツアーの監修の影響を受けていた。中東地図、ヒッピートレールの旅は、西ヨーロッパの諸国、特にロンドンやアムステルダムといった都市を出発点とするのが典型的であった。アメリカ合衆国からの旅行者は多く、アイスランド航空でルクセンブルク市へと渡り、そこからイスタンブール、デヘラン、ヘラート、カーブル、ペシャーワル。 ラホール、デリー、ワーラーナシーなどの主要な場所を経由し、ゴアもしくはカトマンズを最終目的地としていた。カトマンズでは今日でもヨハン・トール通りがここを通った無数のヒッピーたちを記念してフリークストリートと呼ばれている。トルコからシリア、ヨルダン、イラク、イランと渡りそこから闘進するルートもあった。南インド、スリランカ、 さらに南東に進み、オーストラリアにまで至る、さらなる旅も行われることがあった。1970年代後半には、こうした陸路の旅は、政治情勢の変化に悩まされた。ソビエト連邦はアフガニスタンに侵攻し、イランではシャーが、イスラム革命により退位させられた。それでも、サンダウナーズや、トップデックといった、旅行業者は、 パキスタンのバローチェスターン州を経由するルートを開拓した。トップデックはイラン・イラク戦争やその後の紛争の時期にあっても旅行を継続していたが1998年には撤退した。イランの出入国管理の緩和によってこのルートは再びどうにか実現可能なものとなったがイラク、アフガニスタン及びパキスタンの一部地域で続いている。 紛争のため通過は容易ではない。カラフルに塗られたチキンバス旅行ガイドブックロンリープラネットの創始者であるトニー・ウィーラーは1973年に EN アクロス・アジア・オン・ザ・チープと題したヒッピートレールの本を刊行した。130アメリカドルで購入したオースチン社のミニバンでロンドンを出発し西ヨーロッパ、バルカン半島、 トルコ、イランを横断した旅の経験から、この94ページのパンフレットを作成した。これらの地域を横断し終えると、アフガニスタンでバンを売却し、チキンバスや、鉄道の3踏車や長距離トラックを乗り継いで旅を続けた。パキスタン、カシミール、インド、ネパール、タイ王国、マレーシア、インドネシアを横断し、9ヶ月後に、 シドニーに到達した時にはポケットには27セントしか残っていなかった。ビットガイドは旅行者からの情報をもとに更新し、危険情報を知らせや観光、宿泊場所を案内する A4 バインダー式の初期のガイドであった。最初のビットガイドはロンドンのビット情報ヘルプサービス社によって1970年に観光され、 1972年にビットに参加したジェフ・クラウザーの下でその頂点を迎えた。1971年度版の全地球カタログは302ページをネパールへのリクロガイドに咲いた。ポールセローは鉄道大バザールでこのルートの古典となる旅行記を書いた。ローリー・マクリーンのマジックバスやピーター・ムーアのザ・ロングウェイ・ホームといった現代の旅行書は 当初のヒッピートレールをたどり直している。アクロスアジアオンザチープが観光されるまでは、24カ国を網羅した375ページのガイドブック、学生のためのアジアガイドを多くの旅行者が利用していた。バンで旅する現代のヒッピーヒッピートレールの旅は、多く、自己発見、神の探求、他者との交流といったヒッピー運動の根本的な理想によって動機づけられていた。 旅行者の大部分は、西ヨーロッパ人、北アメリカ人、オーストラリア人、日本人からなっていた。イスタンブールの、プリンショップやテヘランの、アミールカビールといった、ルートにある著名なホステルやホテルで、意見や、経験の交換が行われていた。多くの者のはバックパックを背負っており、大部分は若者であったが、中高年や家族連れの旅行者も時折見られた。 全旅程を自分で運転するものも多かった。1970年代中盤には、数多くの旅行業者がこのルートを商業化しようと、試みた。有料客の確保に成功した業者には、トランジットトラベル、オートツアーズ、サンダウナーズ、トップデックなどがある。2007年9月には、オーズバスという会社が、ロンドンからシドニーまでのヒッピートレールをたどる新しい、 バス旅行サービスを開始した。近年では、格安航空会社や格安航空券の増加により、新しいヒッピートレールが形成され1960から70年代の元祖のヒッピートレールに付け加わりつつある。北アフリカのモロッコやチュニジアなどがその一つである。これらに加え、欧米の低予算旅行者が、しばしば訪れるバナナパンケーキトレールのような他の、 トレイルがアジアへの古くからのヒッピートレイルを置き換えつつある。また中南米にはグリーンゴトレイルが形成された。ありがとうございます。